明治元訳聖書。明治元役聖書は、明治時代に、プロテスタント宣教師たちによって翻訳された日本、語訳聖書である。明治元訳以外に、明治役、元訳、委員会役などとも呼ばる。1872年に、日本在留宣教師団の合同会議において、新訳聖書の共同翻訳事業が決議され、翻訳委員者中が結成される。 中心になったのは、すでに日本語や翻訳事業を開始していたヘボンやブラウン、デル。資金援助と出版は、アメリカと大英、北英の聖書協会が引き受け、1875年から順次出版されて、1880年に新訳全書が完成した。旧約聖書については、リビット・タム・ソンラが加わり、1887年に完成した。 1841年7月に JC ヘボンがシンガポールでギュツラフ分け、ヨハネ福音の伝えを入手して、ニューヨークのアメリカ合衆国長老協会伝道本部に送る。1859年10月日本が開国すると、アメリカ長老協会より JC ヘボン、アメリカオランダ外閣派協会より SR ブラウン、G フルベッキが最初の宣教師として来日する。その時、 ヘボンはギュズラフアケ聖書と中国語訳の新訳聖書を傾向していた。日本でキリスト教の伝道が禁止されていたのでヘボンは横浜で日本語の学習と聖書の日本語訳を進めた。1861年に JC ヘボンが SR ブラウンと共に中国語訳聖書に基づいてマルコデンの翻訳に着手する。1862年には ヘボンの日本語教師の矢野隆山が、マルコデン、ヨハネデン、でエジプト記の一部を訳出したと報じられた。1866年には、ヘボンが、マタイデンを4回、マルコデンを3回改定、ルカデン、ヨハネデン、創世記も改定直前になるが、1867年4月、ヘボン機の火災により役校が消失する。しかし、ヘボン、JH バラ、 d ィータムソンの協力で9ヶ月で、マタイレンの翻訳と改定を終える。1872年には、ヘボンの新しい日本語教師の奥の摩擦名の反下により、ヘボン分け、新約聖書バカ伝、新約聖書ヨハネ伝が刊行される。1872年9月20日から25日に、最初の日本在留選教師団の合同会議がヘボン、診療所で開催されて、 共同事業として、聖書和訳が決議された。SR ブラウン、JC ヘボン、DC グリーンの3人が委員に選出される。聖公会、ロシア聖教会にも呼びかけたが、不参加であった。1874年3月に翻訳委員会の初会合をブラウン宅で開催する。委員は、JC ヘボン、SR ブラウン、DC グリーン、RS マクレイ、N ブラウン、 J.Piper, w ライトであった。3月25日の会合初日で、ヘボン、ブラウン、マクレー、グリーンの4人で以下のことを決定した。そして、ヘボンが訳した、ルカデンの改定について会合が持たれる。3月27日には、N. ブラウンも参加して、議論が分かれて15分以上に及ぶ場合は、次回に回し、その日は、議論なして、 投票で決めることが加えられた。7月17日までは5人で続けたが、7月20日からは、N ブラウンが欠席した。7月27日にギリシア語のベータアルファパイタウゼータオメガの訳号をめぐって、N ブラウンが、先例という言葉を当てることを不適当をする声明を読み上げる。そこで、1875年1月11日に、グリーンが、 白教派の宣教師に、宣令か、バプテスマかを問う回覧状を寄贈する依頼を受ける。翌日回覧状を書き上げて、超教派の在日宣教師にアンケートをする。5月8日の会合で、回覧状の答えを集計結果が報告される。その結果、宣令対バプテスマは16人、対30人となった。ゆえに、1875年に刊行された最初の文札聖書の ロカデンは、バプテスマの表記になる。一方、N ブラウンは、カタカナ御社の、バプテスマにも不満で、1876年に、委員会を脱退し、独自に、聖書翻訳を進めて、1879年に、志むなりくせむし、与えい観光して、沈めとした。1876年1月4日に、築地距離打ち6番の小街道で行われ、 在日ミッションの長老会で、ウィリアム・インブリーが在日ミッションで発行する、印刷物に使用する、ヤソの訳語をイエスと書くことについ再認識を行った。JC ・ヘボンは、言語学的な根拠により、ヤソに強く反対した。最終的に会議では、ヤソ及びイエスのどちらでもよく、正式には、エスと漢字にルビを振ることが定めされた。しかし、クリストファー・カロザースは、 やそのみを正式に採用するようにこだわり、会議の決定を不服として、直ちに在日ミッションを辞任すると宣言した。その結果4月4日の長老会で正式に辞任が決定された。この件は、聖書翻訳とは直接関係はなかったが、九州の故障についての訳語に影響を与えた。JC ・ヘボンと SR ・ブラウンの協約による、 福音書は、ヤソと漢字だけを書いていたのに対して、完成したわけでは、ヤソに、イエスと振り仮名をつけて、読み方の統一を行うようになった。会合の結果委員会から、1875年に、最初に改訂作業をした、ロカデンが刊行され、1876年、ロー賀書に、キハクライ書1877年に、バフトシデン、ウマカデン、ヨハネデン、首都行デン ヨハネ書、カヘシャゲフト書が刊行された。1878年に、歌林多前書、歌林大跡書、1879年に、イドル書コラリツ秘書、上三ら二課前後書が刊行される。1879年11月3日に、新約聖書の翻訳作業は終了し、翌1880年に、ウタラら西書、日下まだ前後日下大コラリモ文書、 宮ヤビカレー前後なお対象、ヨハネ目視録が刊行された。翻訳作業は、ヘボン、ブラウン、グリーンの3人で行われた。1880年4月、新約聖書翻訳出版完成祝賀会が、新栄橋教会で開催された。机の上には日本語訳された二分冊の聖書と英訳聖書が置かれた。 司会は G ・フルベッキで N ・ブラウンによる詩編十九編の朗読、パイパーの祈祷の後、フルベッキから日本語訳聖書の歴史と外国の聖書協会が果たした役割について語った。続いて、ヘボンが日本語訳聖書の歴史について自分の経験を交えて演説する。さらに、奥野正綱の演説と小川義水の祈祷とフルベッキの祈祷で閉会した。旧約聖書は、 c m ウィリアムスが翻訳を進め、東京系の宣教師がイニシアティブを取り、1876年に10月に、旧約聖書翻訳のための東京聖書翻訳委員会が設けられた。タムソン、ジョン・パイパー、H は出る、G コクランが参加した。1877年、タムソンが翻訳していた、旧約聖書創世紀第1二、三章が刊行された。 翌年、11章までが刊行される。東京聖書翻訳委員会が、イギリス系教派に偏っていたので、アメリカ系教派の提案で、1878年に選挙主会議を開催して、東京聖書翻訳委員会と横浜の JC ヘボンたちの翻訳委員社中を発展解消させて、両者を統合した東京聖書翻訳常設委員会が設立された。 これにより、東京聖書翻訳委員会のメンバーであるパイパーは出る、デルコクランに加えて、翻訳委員者中のメンバー JC ヘボン、SR ブラウン、N ブラウン、DC グリーン、マクレイ、J ゴーブル、W ライト、クインビー、カイクレッカーらが加わった。そして、10月の委員会において、ヘボンが委員長に選出された。旧約聖書の翻訳は、地方単位で行うことになり、 ヘボンたちの横浜委員会には、震源が割り当てられた。1879年に、パイパーの個人役、旧役聖書役、打書公記書馬へし上げ元書が刊行される。同年、東京聖書翻訳委員会の最初の刊行として、ファイソンわけの役所秋が出版される。地方での分担翻訳は、効率的に機能せず、1882年1月の会合で、 J.C. ヘボン、フルベッキ、P.K. ファイソン、D.C. グリーンが選出された。旧約聖書の文冊が刊行されると、上村正久は、国雑誌で、公の批判を行った。先の新約聖書に比較して、極めて未熟な日本語であるという不満であり、日本語をわきまえぬ、宣教師と能力のない、聖書性の手でこのまま聖書が訳されていくのは、迷惑千万と言い切る。 個人役のように刊行されていた、旧約聖書翻訳の混乱に危惧を感じていた、上村を含む、日本人信徒は、東京翻訳上設委員と、外国聖書会社宛に意見書を提出する。1883年7月12日には12名の、日本全国の旧約聖書翻訳委員の選出を、決議する。その結果、奥野正綱、尾崎郷道、上村正久。 井深梶之介、新島城、伊勢時雄、松山貴義、大義、三本一郎、稲垣新、木村熊次、押川正義、平岩信康の十二名が選出された。この結果を受けて、尾崎、上村、井深、大義美、木村の六人が形成者で会合をもって、尾崎を旧約聖書翻訳委員長に、翻訳委員に、上村、井深、松山の三人を選んだ。 1884年この3人は委員の資格で迎えられた。1885年3月より、イブカが紙偏、ヨエル書の構成、アイカとゼパニア書の翻訳、上村がエステル書の翻訳に取り組んだ。日本人委員は旧約聖書一部を訳したのみで、外国側の提案により、1886年1月22日に廃止された。 廃止された理由は、日本の教会の資金調達が不調であったことと、日本人委員のテキストの知識不足が原因であったと言われる。その後は、外国人宣教師の主導のもとに行われ、上村、松山、イブからは日本語文に関して一部協力するに、とどまった。1883年にヘボンのヨーロッパ旅行の後で、震源が刊行される。同年に、 ファイソンのサムエル前書、サムエル後書き、列王記略上が刊行される。1884年にはマリアリマヤ記、異性結書、デイエジプト記、リミキ、デン・ミチユキ書きが刊行される。ファイソンがイギリスに帰国するとフルベッキとヘボンで協力してファイソンと協約で列王記略化、またファイソンの四式路読記が刊行された。 1885年には、民数気略、新明記、ただしも、理書が刊行された。1886年には、ヘボンは、古軍奮闘で、ほとんどの翻訳を終える。この年、何、西矢役寺に一番宮美書、天しやともてえて矢役ダベーカダ王校ともえた二所、三カリア書、約百記が刊行される。また、ヘボンと古別期と、 松山孝義の協約で、宮尾家が刊行される。1887年には、ヘボンとファイソンとの協約で、イシラツキにキベイアゲモシ長期が刊行される。ファイソンと、上村正久、イサイアショマタフル古ッキ、ウィリアムス、上村正久、松山孝義の紙片が刊行された。他に、ファイソンの、歴代史略上、歴代史略下と古ッキ。 イブカカジノスケの、宮ヤビカヤリマヤアイカで、旧約聖書の分冊刊行が終了する。1888年2月3日、聖書翻訳館聖祝賀会が、審査会協会で行われた。JC ヘボンが司会を務め、CM ウィリアムズの詩編19編の朗読で始まる。今度は、本田洋一が日本語で読むジェームス・ウィリアムズによる、祈祷、伊勢と清の挨拶があった。 ヘボンとフルベッキにより翻訳の遠隔が語られた。ヘボンは新約聖書の完成祝賀会の時と同じく翻訳作業の経緯を述べ、特に松山高吉と高橋五郎の二人の旧新約聖書を通した文体の統一の貢献を区評価した。スピーチが終わるとヘボン側、新約聖書と旧約聖書のとそれぞれの手に持ち、うやうやしく重ねて記上に置いた。 その後、国蘭と稲垣信による感謝演説があり、最後に奥の摩擦なの感謝の祈祷とソーパーの祝祷で終わった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。